任期付き職員を出張にまあ同行された、させたということなんですがね、これ最大の時点で何名の方が同行してました？はい、森本総務長。はい、総務長でございます。任期付きの弁護士、29日に3名、同行いたしました。以上でございます。はい、泉市長。任期付き3名の同行の最大の理由は、その際日本弁護士連合会の会長との面談で、日本弁護士政治連盟の方との懇談の要請がありまして、実際地方自治体で働く任期付き弁護士の声を直接聞きたいということで、日本弁護士連合会にて、会をが催されまして、1時間少しでしょうか、もう少しかな、意見交換をしたという経緯がございます。そういった中で、日弁連の方に出向くということもございました。お伝えしておきます。辻元議員。弁護士会は弁護士さんの会ですよね。で、弁政連は政治団体でしょ。公費使ってわざわざ出張する理由はないと思いますよ。公金の不当な支出だと私は思います。返還すべきだと思います。はい、泉市長。いえ、さっきほど部長も答弁させていただきましたが、もうたくさんのその時は要件ございまして、そのいくつもの行事公務的な部分の中での対応でございます。で、この点もぜひご理解願いたいんですが、今回の任期付き弁護士5名の採用は高く評価されています。具体的には東京大学の浜田総長からお褒めの言葉もいただいております。改革派知事にならした北川知事からは、もうこんな立派なことはないとお褒めの言葉もいただき、多くの文献でも記載いただいていて、明石こそが地方主権の選挙的事例だというお褒めもいただいておりますので、私としては高い評価をいただいていると認識でございます。ぜひ議員の皆様方もそのように認識願いたいと思います。辻元議員。弁政連も弁護士会も全国の自治体に弁護士を採用してほしいということを要請されてますね。で、弁政連は国会議員の政策秘書にぜひ弁護士をということで PR されてます。これはこの弁護士さんたちは誰のための弁護士なんかなと。私は今まで言っても弁護士を採用したことの是非を通ってませんよ。そういうこと通ってませんよ。誰のための弁護士を雇ったのかなと。市民のための弁護士なのかね。私これもしかしたら市長を守るための弁護団ちゃうかなと思ってるんですが、いかがですか。泉市長。今の発言は撤回願いたい。市民のために弁護士を採用したわけです。市民のお金で採用するわけですから、当然市民のためであります。具体的にはもうすでに自宅へのまさに訪問の相談も始めております。政策的な立案も一緒に関わっております。職員の身近な相談もしております。まさに市民職員のために採用したのであって、誤解を招くような表現は慎んでいただきたい。辻元議員。撤回しませんよ。撤回しません。私はそう思っています。